はようございます、なごみけです。お久しぶりの動画投稿になってしまいました。かれこれ1週間2週間くらいですかね。ちょっとツイッターでは言ったんですけれども、大きく体調を崩してしまって、ようやく回復したのでね、これから動画とかねまた再開できればなというふうに思っています。で、その体調崩してる間にちょっとね気になってなんとなくポチってしまったものがあるんですよ。それがですねこちら、はい、分かる人には分かるはず、ベルキンの、とある iPhone アクセサリーになります。 iPhone マウント with MagSafe for Mac Notebooks、ということで、何かというと MacBook の画面の端に iPhone つけるためのアクセサリーなんですよね。これ最初に登場したのが確かあの WWDC っていう7月くらいの開発者会議のやつで、あの次の MacOS で iPhone をウェブカメラにできるというような機能が紹介されて、そこで初お披露目みたいな形になった、機器にはなるんですけど、10月25日に新しい MacOS がこうリリースされて使えるようになって、このですね iPhone をウェブカメラ化する機能っていうのも、同時に、使えるようになりました。で、ちょっと気の迷いか何なのかわからないんですけど、今回こちら購入していろいろと使ってみたので、このアクセサリーの詳細だとか、あとは実際に iPhone をウェブカメラ化してどうかっていうところをねいろいろと検証しながらお話ししていきたいと思います。ということでいきましょう。はい、実はこちらもすでに僕開封して使ってみているんですが、中にはこんな丸型のアクセサリーがついています。これがマグセーフで使える iPhone をウェブカメラ化する時の MacBook の画面に引っ掛けるためのスタンドになります。マグセーフなので僕の使っている 14Pro にはこんな感じでしっかりくっつきます。ホワイトホワイトだと見栄えはいいですね。でこれ2つ爪が展開できるようになっていて、片方は先ほどから話している通り MacBook の画面の縁に引っ掛けるための爪が、内蔵されています。展開して MacBook の画面にこう引っ掛けて固定できますと、こんな感じで、もう片方のシルバーに関しては展開するとこんな感じでバンカーリングのようなアクセサリーになるんですよね。だいたい角度でいうと135度いかないくらいまでは、広がります。ただマグセーフなので回転させられるのでね、こうやって自分の好きな指の角度に合わせて落とさず iPhone を使うことができると。もちろんこうやって使っている時だけではなくて置く時にもね、スタンド代わりになるのでめちゃくちゃ便利ですね。で若干厚みは感じます。カメラ部分よりは飛び出るので、そこはちょっとね人によっては邪魔だと感じる人もいるかもしれないんですけど、個人的にはこの一番出っ張ってる部分が iPhone の真ん中に来たことによって結構ちゃんと安定するようになったんですよ。机の上でガタつかない、僕としてはこっちの安定性が上がった方がいいかなというふうに感じました。で重さに関しては僕 14 Pro 使ってるんですけど、14 Pro レベルだと、これあってもなくてもあんまこう手に持った実感は変わんないかなというふうに思います。実際の重さはこんな感じなんですよね。なのでミニとかを使ってる人にとってはこれつけるだけでもちょっとね邪魔とか重いとか感じるかもしれません。そんなところなので、見た目ほど邪魔にはならないっていう感じですかね。iPhone アクセサリーとしてはそんなところです。70点ぐらいですかね、平均くらいのようなプロダクトになります。じゃあここからはですね、実際にこれを MacBook の縁にこう引っ掛けてウェブカメラとして使ってみたいと思います。はい、じゃあ実際にここからはこちらの、iPhone の裏につけたベルキンのマウントを使って、ウェブカメラにねしていきたいと思います。先ほどもお話しした通りですね、こちらのシルバーの部分がバンカーリングで、ホワイトの部分が MacBook に引っ掛ける用の爪になります。なのでこちらをこう横に展開して、ちょっとね方向を整えて、でこのままこんな感じです、カメラの部分はちょっとね真ん中にして、これで OK ですね。はい、でこれ実際に使ってみて感じたことなんですけど、重さのあるこういったプロとかプロマックスのようなモデルだとだいぶですねこの角度を選びます。っていうのもこれ少し後ろに傾けると、ほら分かりますか、耐えきれないんですよ重さに。あと僕が普段使っているパソコン用のですねこの
マジックスタンドと呼ばれる PC スタンドをつけて、これの上でですね、このウェブカメラを載せようとすると、ほら、あー危ない危ない、後ろに重さでひっくり返るんですよね。これが結構ね危ないので、ちょっとね、使いどころを選びます。やっぱりこのスタンドはつけると結構危ないですし、この MacBook の画面もこのくらいが限界かな、はい、このくらいが限界ですね。115度とかそんぐらいですかね。なのでちょっとね、購入を検討している方は気をつけてください。やっぱり iPhone が重ければ重いほど、まあ、カメラの性能がいいほど MacBook のディスプレイが耐えきれなくなります。はい、そこはちょっとね注意です。実際にですね、 Zoom を起動してみたいと思います。はいはい、今 Zoom を起動しました。はい、こんな感じでですね、今この MacBook についているウェブカメラ、 FaceTime カメラを使って収録しているんですが、こんな感じでですね、やっぱり画面が荒いですね。 M1 MacBook Air なので 720p っていうだいぶ、低画質なカメラにはなります。で、現時点ですでに iPhone と MacBook はワイヤレスでつながっています。このカメラをですね、選択しようとすると、ここにもうナンバータクトの iPhone カメラっていうのが出てるんですよ。最初にこの機能を使うときに、使いますというふうに設定しておけば、常にこれが多分表示されるようになってるんですよね。で、実際切り替えてみます。おー、ほら結構画質が綺麗ですね。おー、すごいすごい、よれますよれますよ。こんな感じでですね、 iPhone のカメラのクオリティをそのままに、使うことができます。僕の iPhone が先ほどお話しした通り 14 Pro なので、なおさら、この高画質をね楽しむことができるんですよね。髪の毛こんなに細かく映りますよ。で、しっかり後ろもボケますし、色味も先ほどと比べてこうナチュラルになっていて、霞んでないっていうところがいいですよね。最近の MacBook に搭載されてる 1080p のカメラも持っていないっていう人にとってはね、結構大きいんじゃないですかね。で、これ先ほどお話しした通り、もうワイヤレスで即座につながっているので、持ち上げてこんな感じで、ちょっとしたリモートのカメラとしてこんな感じでですね、使うことができるんですよね。ほらほら、めちゃめちゃ便利で、一応このパッケージにも書いてあるんですが、縦でも使うことができます。縦で使うと、ほい、お気づきでしょうか、自然に画角が切り替わりました。横にしている時に、ほら、これ縦にすると、ほら、これもすごいですね。やっぱ縦の方がなんとなくこう画角が僕はすっきりしていいですね。で、この iPhone Web カメラは MacBook の上に出てくるコントロールセンターでいじることができます。例えばこのポートレートを使うと、iPhone のポートレートモードを使ったような感じで、しっかりね背景をぼかしてくれます、まあ、これだとちょっとね、ズームのモザイクとあんま変わんないかなまあね、ちょっとね、もう少しこう自分をね、こう際立たせたいっていう人にとってはいい機能かもしれないですね。あと、まあこうスタジオ照明をつけたり消したりだとかで、あとセンターフレームですね、これを使うことができるんですよ。ほら、こんな感じ。今の iPhone とか MacBook には結構標準搭載されてる機能なんですが、こう自分の被写体としての自分の顔をね、追ってくれます。動きながら何かプレゼンだとか、そうやっていうのをしたいっていう時にも、こんな感じでですね、広角を利用して結構ね、ちゃんと追ってくれるんですよね。で、もう一つ僕がこれ便利だなと思ったのが、デスクビューと呼ばれる機能になります。はい、で、デスクビューをこんな感じで、デスクビュー起動すると手元にあるものを映せるんですよ。超広角カメラを使って歪みをこう補正することによって、あたかも机の上を俯瞰から撮影しているような形でね、こんな感じで表示することができます。ちょっとね、画面の角度を調整したり、いろいろといじったりしなきゃいけないですし、まあ、まだ歪みの精度としてはね、まあ、そこまで高いものではないんですけど、学校の先生でよくやった、上から何か映しながらこう説明するみたいなことも可能にはなるんですよね。まあ、これ例えばロジクール の, MXL5 なんですけど、やっぱちょっと歪みは目立ちますね。どうしても難しい部分はまだ多少あるかもしれないんですが、これもまあ使い道がいろいろと生まれそうな機能ではあります。
まあ本当に歪みなくやりたかったら、先ほどお話しした通りでこんな感じでもうこれそのまま持ってきて写すっていうことも可能なので、まあいろいろな使い方ができるということでね、試していただければと思います。ちなみにですね、このウェブカメラを使っている時には iPhone はこんな感じの表示になります。まあカメラを停止する、もしくはもう削除するっていうのを選べるって感じですね。ということで、まあ、このベルキンのマウントを使っていろいろとね iPhone をウェブカメラ化して機能を試してみました。はい、ということで、まあ、内容をまとめるとですね、見ていただいた通りウェブカメラとしてはかなりこうクオリティの高いものに仕上がります。特に M1 MacBook Air Pro のような最近の MacBook に搭載されているようなカメラの機能がないハードにとっては結構有力な選択肢になるのかなというふうに思います。実際僕もまあこのくらいこう画質よくで、しかもまあデスクビューはまあまあ使わないかもしれないけど、こうセンターフレームだとかが使えるのであれば、日常的にねこの iPhone でウェブカメラ参加したいなと思いました。なんかこう画質が高すぎてやけにこいつヌルヌルしてんなとか、やけに背景ボケてんなってほどではなく、程よい画質の良さっていうのがなんとなくねやっぱり会議の場にもね合う気がするんですよね。なので、まあ、これからもね使い続けたいなと思った一方で、ちょっとねバンカーリングとしてはやっぱりねこれの使いどころはね難しいなというふうに思いました。この爪をちょっと出しにくいっていうのがあんまりこの感じ僕出して使うことない気がするんですよね。ちょっとねこう日常的にこれをリングをこうやって出してで使うことになるかっていうと不便だというふうに感じてしまうかなとは思いました。なのでちょっとねこれは僕の使い道としては、常に普段からこうやってつけておくっていうよりはあのガジェットポーチかなんかにこう入れておくようなアイテムになったのかなというふうに思います。でもね持ち運びたいくらいにはこのウェブカメラとしての性能はもう完璧でした。最近のこの高画質化、まあ、ある種しすぎた iPhone のね新たな使い道ができたということで、僕としては非常に満足です。ということで今回は最近発売されたベルキンの iPhone ウェブカメラ化するアクセサリーをご紹介していきました。他にもこのチャンネルではガジェットやライフスタイルの動画をいろいろと上げているので、ぜひ合わせてチェックいただければ嬉しいです。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。以上、なごみ家でした。では、シュー。